どうも皆さんのこんばんちはアンジャでーす。トジャでーす。おついじでございます。ザクルーズやっていきましょう。さあヘリをゲットするために、まあ、なんかその高もがに挑まないといけないわけですよね。あ、なんかちょっと、はい、着替えてきてる人いる。おい、あ、でもちゃんとそれっぽいね。はい、ちゃんと着替えてきましたね。そのカエルみたいのは緑なんでね、ごめんなさいね。へぇーん、ゲロゲロってことで、まああと俺が少し残ってるから、それをクリアして一緒に。そうですね、全体のクリア進行度 70% までいくとタッカーモーガンと戦えるようになるという。はい、あ、いいですね。はい、ちゃんと着替えてきた方がね。そうね、ええ、いくぜ。もういきなり横に当たってきたやつがいるんですけど怖いんですけどバカ野郎持ってくるぞ。まあ格闘技だよ、格闘技。あー楽しいね。はい、早く、はい、じゃあ潰していや、おかしい、おかしい。やばいな、後ろから押されたら終わりだぜ。笑いすぎた。実際に抜かれるな。いや、取ってくれよ、1位は。そうね、1位を代わりに取ってくれれば俺は問題ない。あ、問題はないよ。俺はもう、ここはもう何回もクリアしてるから別に来てこなしてるし。本当にそれでクリアになるのか。ちょっとね、ジョージってやつ早いぜ。じゃあここ抜きどころ、見て、早く。あ、ちょっと邪魔なんですけど。あ、こいつこの緑邪魔なんですけどそのカエルマジでやばいな。ここね、差がついてもね、後半ジャンプのところでね、いきなり抜かれたりする。なんだろうね。うん、ジャンプしてないじゃん。これは、おお、来た。おっほぉあプレッシャーに負けて一番やっちゃいけない着地の仕方。あ、あ、あなたはジェックポイント取った？それ取ったよ。嘘、俺からすると全然取ってないんだけど。ヒーですよ、ヒー。おかしいんだよな、くぐらなくてもいいってな。そうね、近くを取る。サインはね、ユーズが来てくる。難しいな、大丈夫かな。えぇ、王女ギアの悪いやつだ。オッケー、ふぅ、で、ね、クリアになってんの本当に。クルメンバーが目標達成、オッケー。いや、なってるんだったらいいけどどうでしょうね。なってないともう一回行かないといけない。だからそれでアクティビティ見て、ちゃんと確認して大丈夫ですね、多分。ちょっとちゃんとパーセンテージ見てね、チャンス。そこよ。さすがだな、右下の人の。あ、なんかさすがだなって言われてるから大丈夫そうじゃない。おぉ、ヒッピー崩れのタッカーモーガンを山奥に追い返してやる日が待ち遠しいぜ。アイテム、うん、大丈夫です。うん、じゃあ次どんどん行きましょう。 LA のイベントは大好きだ。大都市は大観衆を呼び、それがでかいスポンサーを呼ぶ。 T シャツ、帽子、DVD、ということは、待ってても OK って言う。なんだそりゃ、待っててもはどうなんでしょうね。あ、でも何秒以内にゴールしろってゴールしてるからな、一応な。そこがあるからかもしれないな。そうね、うん、多分ね。さすがにじゃないと、そうじゃないと、この時点でもう。あ、じゃあ、あとよろしくお願いします。大事、邪魔をするんじゃない、本当にもうこのミドリップのやつ倒すところからやっぱゲームスタートだ。
ダッセーのあんた頼んだぜガツッつって消えてた。おい後ろのやつやっとくから。おかしいよね、ほんと。あー、おつがうまいね。ジャンプした瞬間にちょっと前に倒しな。後ろに倒すの。後ろに倒すと、あの前に飛ばなくなっちゃうから。前に倒しろ。そう、距離が縮まるで、ただまいい。ミスを待つだけだ。おかしいよ。なんだ、この人にことは。仲間じゃないのかな。別になんかそういう感じじゃなくね。もうね、でもね、ごめん。ライトが。ライトがそう。ここライトがない、我々。もうライトついてないの、君たち。俺ライトついてるよ。ちゃんとライトついてるやつ使わないと。いや、ライトついてるんだよね、右側に。ただね、つかないんだよね、このライト。おかしいんですよ。おかしいんだよなぁ。ちゃんと充電して。充電してってどういうこと。バッテリー上がっちゃってんでしょ、ライトの部分だけ。ランプが切れてる。あ、やばい。普通に敵だと思って。おい、何ぶつけてんの。防衛しちゃった。おい、絶対君たちのマシンは俺貧弱だからね、これ。そんな中頑張って2位をこうキープしてんだから。ライトなんか強いからよ。ライトつけてるからおかしいとかないでしょ。あー、やばい。危ない。あっ、なんも暗いよ。あ、いいね。あ、後ろからなんか来た。よくないよ、それを止めて。止めなきゃいけないのかよ、俺。もはや。まあまあまあ、お父さんが独走してるから。まあまあまあ、僕が勝ってる。いやー、楽しいね、これね。あっぷんだ。見えない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 。ライトがついてても分かりづらい。やばいよね、ミスったわ。あれ、やばい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 、追いつかれる。あれ、ミスった。あれれ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 れ。あいつマジで。あー、ミスった。やれー、やっと1だい。マジで、マジで、あれか。次こそは許さんわ、ほんと。綺麗に妨害したな、今の。そう、終わったね、おつさんの前に。そう、いいですね。あ、でも来るメンバーが、あー、オッケーオッケー、来るメンバーナイス。怖いわ、ほんとに。紫2つでも、お、紫ある。素晴らしい。着色とパーツが集まっていきますな。いいんだ、俺はもうパーツさえ手に入れば何の問題もない。次行きますよ。今 54%。 いいね、上がってきて。行きましょう。行くぜー。行ってほしいけど、明るくならないね。ライト。もう走ったことあるんでしょ。いないな。大丈夫だって、体が覚えてる。なるほど、心の目を使え。鷹の目使うわ。おう、行くぞ。最初に使うね。そりゃそうだ、一番最初が一番危ねえから。やつを邪魔すぞ。じゃあ任せろ。もう任せろ、任せろ、任せろ。あっ、裏切られた。早速裏切られた。面白いやん。ターゲットロック。やべ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 。君たちちょっと後ろ押さえて。やべ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 。
やばい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 、ブルブルブル、わからん、道がわからん、道がわかりづらい。あー、まあなんとか2位は取った。やべ、紫色の光が相手もらう。わかる、こいつすごい。なかなかに離されてやるね。よくあるゲームだ。エドワード。ね、まっすぐ前。やめれた、エドワード。これチェックポイントミスになるの？アニジェがもつれてるほぼ、あとはたるんだ処分。アイテム、ピョン、アイテム、おーちゃー、よし、キムコイ、ノー、え、ノー、あめ、ノーアイテムじゃなかった。早速同じ部分のパーツしか出ないもん。とりあえず一通りは埋めたいよっていう、ね、頼むから、あのいかにエキゾーストがモーターコアがまだ14とかだったよ。ブレーキに至ってまだ10だから、ね、被ると被るからな、ほんとにどうなってんのこれ。頼む、出てきてくれ、ほんとに。あー頼むぞ。で、これは終わったら次あれラリー行っちゃった方がいいかもしれない。俺もこれあのおすすめ難易度というかパフォーマンスは20で俺19しかないから頼むよ。なるほど。いやいや、もうそんぐらいだったらいけるよ。君たちにかかっている、これは。いけるいける。頼むよ、本当に。なんてことなんか、痛くないね。ぜぇ、ライトなんかつけてるからだよ。どういうこと。おい、やばい、来てる。お前は必ず言い出せる。お前ラこの人はもう、前、あそこで絶対するかね。あそこ俺だったらいいと思ってるけど。前を前を見て、頼むわ。なんだ、あ、なんだ。敵がいた。あ、なんか、え、これでいいの。これでいいの。ショートカットなんだよ、ここら辺は。なんでもある、なんの問題もない。え、なんの問題もございません。あいつ大丈夫なのかそれで。見たか。あれが最強のショートカットというものだ。危ねえ危ねえ。やばい、あと足裂って。あ、俺を踏み台にするじゃない。邪魔なんですけど。うるせえ。あいてー、邪魔なんです。俺だ、俺が1位になるんだ。やべえ、車見せた、許さねえ。ガンガン、ガンガン、いや、もう、そりゃそうです。やばいやばい、抜かれた抜かれた。ちょっと1位になって、1位に。前に連れが欲しいだろ。ちょっと待って、お姉さん。あー、ごめんね。その味方を妨害するのやめようよ、一回に。よくない、いい勝負になってる。
まあまあまあ、まだ 71% だから。まだなんとかダメじゃないよ。まだなんとか。これで、ここで見られる。あれなんか引っかかったぞ、あれ。作ってるところを見ただけだけど、俺一人だけ違うゲームやってる、俺もう。あーこう飛んで、左。あ、登り詰めてきた。危ない。ぶつかってる、ぶつかってるように見えたけど。イエーイ、ウォーズ、ウィー、あー、いや、まあ寄ってといて、最強のショートね、最大の敵は味方依頼されるアイテムいいぞ。アイテムよ、こーい。やっとブレーキしたよ。いや、ハンドブレーキ来たよ。説明してやろう。チャンピオンになるってのは名声やスポ…てか、あなたお父さん1位になってんだからまだいけるでしょ。全部いけるわ。いやいや、ほら、君たちの妨害があってこそだ。じゃあ、ラリーですね。いっちゃう。あと何個？今 61% だから、多分このままラリークロスを去ってやった方が早い。コンサー、大金が手に入るってラリークロス。金ってのは全ての優秀なレーサーにとって必要なもんだ。だが今のお前はチームを満足させる走りをするどころか必要なポイントも獲得できていない。大自然で花と戯れてる時間。ラリーこのここでいいの？怒られてる。男のせいだ。あーもう車への愛が感じられない。ラリークロス来るんですか？看板挟まっちゃった。いいか。滑る滑る。これはここだね。おお、すごいとこから出てきたな。を掴んできたな。BAC じゃねえな、押したの。お邪魔でございます。おい、ちょっと看板俺も挟まったんだ。あこいつ、いやあ渋滞。あ、でも一瞬で前に出てきた。ミスった。すごい慰められてる。愛とか言ってたやつじゃねえな、あいつ。違うやつだ。いや、結構距離縮まっちゃった今。あ、ごめんなそこ回りになってしまう。そんなに腕を見せびらかしたいか。最後の最後で抜かれちまった。いや、4位か。オーケー。やっぱりカールもついな。いいか、これは金のためにやってるんじゃない。前にも言ったが、名声のためでもない。こんなことを毎日やれてるだけで十分に幸運なんだ。以前はこれで食っていけるなんて言われても絶対に信じられなかった。確かに大した金は稼いでないかもしれない。だが
この世界には金では買えない豊かさが山ほどあるんだ。はい、取れました。はい、はい、無事にヘリを1時間ぐらいかけてやりましたが、もう疲れました俺は。いやー、疲れまあでもこれで、もうこれ以上の苦行ないですから。ないですか、はい、大丈夫ですか。大丈夫です。エスケープしないですか。大丈夫です。いや結構大変だったね、ヘリ取るの、うん、でもなんかね、苦労して手に入れた甲斐があったって感じがしますね。そうだね、これはだいぶ便利になるよ、これ。その NHK のやつ、誰が作ったの？わからない。誰が作った、その NHK？ わからないけど、すげえよくできてる。もう思わずロサンゼルス市警のやつも置いてあったけど、でもなんかこのマークは完全になんかこのコーヒー屋さんのマークなんだよ。すごいね。てかめっちゃよくできてるね、ヘリの挙動が。ね、これコックピット視点もね、ね、よくできてますからね。私モトクロスーツも着てますけどね。いいんですかね、これね。すごいよね、これ、うん、ということでヘリゲットですか。はい、というわけでこれを使ってですね、まあ次回はもう観光名所巡りとなるわけでございますよ。ようやく、ようやくでございますよ。ようやくでございますな。レースに使えたら観光名所ですよ。まあそれがクルーのいいところです。はい、すげえ。すごい。テイクオフ。わあ、これはいいね。これはいいわ。これはいいですよ。誰かが落ちる羽目になったりしないように。ぶつかったらアウトかな。ぶつかったら割とぶつかって終わりだよ。面白い。もう運転席視点がね、ヘリはちょっと面白いね。フォーメーションが、フォーメーション出るね。フォーメーションが、うん、ね、真ん中のこの地平、水平線とか分かるやつあるじゃん。コックピット視点だとそれを見ながら自分の機体が今どういう状況なのかを確認できる。そうそう、確認しながら飛ばすね。じゃないとこう平行感覚失った時に自分が水平だと思ってたら実は超下向いてたみたいな、あるからね。マジだって怒っちゃうからね。これオーストリアの時バク転とかしてたもんな、普通にな。あれできますよ、これでも。いやできるね、すごいね。ロールもできるんで、できるけど残念ながらアクロバットポイントはつきませんね。つきません。つけてほしいですけどね。あー落ちましたね。すごい距離地面に叩いてる。すげえな。これはすごい、これは面白いわ。絵がいい。絵がいいね。絵がいい。あ、大丈夫ですね。ああ、まあ、一応当たり判定ないけど、落っこちてるよね。あ、ちょっと待って、やめて。